んな打球でもありました。さあロペスです。もちろん一発があります。7月にこのマドリガルからホームラン、来日1年目、この日本の野球でサヨナラを演出したということはまだこのロペスはありません。ここまで17本のホームラン、昨日もホームランを放っています。バッターサイドから赤星さん、このマドリガルの印象いかがですか？そうですね、もちろんストレートのスピードもあるんですけど、はい、先ほどの坂本選手が打ったボールもそうですし、変化球がね、思ってる以上にいいんですよね。インハイ、三遊間抜けていきました。9回に続いて10回もサヨナラのランナーが出ました、ジャイアンツです。この後寺内、松本